こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon カート取得の仕組みの解説をします。これはセラーセントラルを見ても書いてありませんし、Amazon 輸出、ノウハウを発信している方でもですね、言ってるのを見たことないです。転売アカデミーのオリジナルと、皆さんの相談とかサポートして過程で見つけた、現象です。で、これが非常に重要な考えになるんで解説します。まず、なぜ30日以内に値上げをせずに補充するというのをですね、しつこく言ってるか、そこなんですけど、補充した場合はですね、まず、例えば9月に、ライバルがいなくて H さんが販売と。H さん誰だと。単純に秀夫堀の頭文字なんですけど、意味ないです。H さんが販売したと。で、10月に、この同じ商品を値段を変えずに補充した場合ですね、ライバル4人出てきて、で、私も補充したと。で、例えば、ライバルのが安くても、私が1回売ってカート取得にボーナスポイントがついてるんでですね、私がカート取得して売れる可能性が非常に高いと。大抵の場合これ売れます。で、大体カートはね、4人で順繰りに回してるイメージなんで、これ厳密に4人じゃないんですけど、ほぼ4人です。4人で順繰りに回してるんで、ライバルの4人のうち3人が売れると。だけど、11月にまたライバルが6人に増えてても、私はさらに補充をするんで、120ポイントなんで、値段が多少違っても、多少っていうのがね、これね、何十パーセント、極端な話、倍でもカートが取れて売れてる商品があるんで、相当高くても繰り返し売ってる分には売れます。だから売れる商品を見つけて、30日以内に値段を変えずに補充することが非常に重要になってきます。一方、補充をしなかった場合、あるいは値上げをした場合どうなるかということなんですけど、9月に売れたのは一緒ですね。ところが10月に補充しなかったと。値段が合わないとかね、めんどくさいんで怠けてたとか、あるいは値段を上げちゃった場合は、当然10月には売ってませんのでね、何もなし。で、ライバルがその間10月に売っちゃったと。ね。で、ライバルが4人、その翌月補充してた場合ですね、今度は、ライバルの方が強い。で、私は、まっさらの、ポイントなんで、カートが取れないということになってしまいます。ですんでね、このパターンだと、毎回ね、最安値で買いたい人しか売れないとかね、補充がしんどいとか、商品見つけるのが、苦労するとか、見つけたところで売れるか売れないのかわかんないと。補充をしない、あるいは値上げをしちゃうと、すごい不確定要素も多くなりますし、儲けにくいです。一方ね、補充をしている場合には、補充しててね、どっかで何かの要素で、売れなくなることはあるかもしれませんけど、少なくともそれまでの何ヶ月、あるいはひょっとして1年、2年は、補充しているだけで売れるということになります。だからね、この補充を切らさないというのがいかに重要か、これを分かっていただいて、30日以内に補充すると。値上げをせずに補充するというのを、最優先で、行ってください。ちなみにね、ここまで説明すると、勘の言い方はわかると思うんですけど、補充するのに値段が合わなくてもですね、赤字にならなければ、補充しとけば、また儲かる商品見つけた時にね、それを仕入れてカート取れて売れれば、儲けやすくなるんで、とりあえず、トントンだったらもう補充しとくと、ね、将来的に安く、仕入れられるチャンスがあるなと、言うんであればトントンだったら補充しとくというのをお勧めします。そんな形で、ここをね、意識してやる、やらないだと、Amazon 輸出稼ぎやすさ全然違いますし、ここをね、あんまりやってない方、おしなべて儲かってません。そんなわけで、転売アカデミーのノウハウはですね、これを前提にして組み立ててるんですけど、この肝心な部分をですね、あまりやってない方が、いらっしゃいますので、これで十分理解して、補充最優先というのでやっていただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。